時60分一本勝負の開始です。まあいろいろとスタン・ハンセンの AWA 世界のベルトを巡りまして波紋が広がっている現状でありますが、真の AWA 世界チャンピオンはスタン・ハンセン以外に考えられません。連日の凄まじい暴れっぷりがそれを証明しています。さあ天竜初挑戦だ。俺たちの時代を強調する長州鶴田があと一歩のところで逃した世界のベルト、今天下取りに一番近い男、この男天竜が挑戦であります。第36代 AWA 世界ヘビー級チャンピオン誕生、このビッグニュースに大いに期待したいと思います。チャレンジャー天竜堂々の入場。この後世界チャンピオンのスタン・ハンセンが登場してまいります。 AWA 世界ヘビー級の選手権試合金沢決戦、さあ世界チャンピオンの入場だ。来日早々に起こりましたベルト騒動に対しても堂々と胸を張り続けるスタン・ハンセン。さあ世界のベルトを左脇にして今堂々の入場。俺は誰にも負けない、誰にも倒されない、文句があるならリング上に出てこい。過去の結果を見ていましても去年の12月29日ジェフ・マークルを破り世界の王座について以来もちろん一度も負けていません。さあAWA 世界ヘビー級の選手権試合、試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーから今豪華な花束が贈られました。リング上では AWA 世界ヘビー級選手権のタイトルマッチ宣言です。チャレンジャーの天竜の表情、これが王者スタン・ハンセンの大きな背中。石川県議会議員北村茂雄様より選手権試合宣言でございます。認定証、この試合はAWA が認定する世界ヘビー級選手権試合であることを宣言する。昭和61年7月26日アメリカンレスリングアソシエーション会長ウォーリー・カーボー。タイトルマッチ宣言が満員のお客様に告げられました。そしてチャンピオンベルトの返還でございます。今日の会場は金沢にあります石川県産業展示館。今日の金沢は梅雨はまだ明けておりませんけれども北陸独特の爽やかな風が吹きました。非常に快晴でございました。最高気温は 31.5 度まで上がりました。さあ熱気ムンムンの金沢の会場、いよいよ両選手の紹介。世界ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナー挑戦者260パンドの天竜天一郎、初挑戦鶴田に続いて2人目のチャンピオン誕生か。天竜世界ヘビー級選手権者300パンドスタン・ハンセン、第35代 AWA 世界ヘビー級チャンピオン負け知らずの強者スタン・ハンセン。レフリーはジョー・ヒグスさんであります。王者スタン・ハンセンはあと5年は世界のベルトを守り通す。アメリカのサーキットよりも日本でのファイトにウエイトを置いていきたいハンセン。この日本で4回目の防衛戦であります。ハンセンが飛び込んだ、まだゴングは鳴っていない。ハンセンが飛び込みました。王者スタン・ハンセンが勝負を仕掛けた、エルボーだ。さあキャンバスに倒れたのは天竜であります。もう1回キックを打つ、スタン・ハンセンがペースを取りそうだ。しかし絶対に負けない、耐える天竜。今度は反対に自分のペースを取ったが、さあ思い切ってボディスラムでリングの中央に叩きつけて最初のフォール。最初のホールはカバーは天竜が取りましたがカウント未完成。さあ天竜も起き上がってまいりました。さあ山さん、いよいよ始まりました天竜の初挑戦。なんとか鶴田に続いて日本人で2人目の世界のベルトを奪取してもらいたいですね。そうですね、はい、今日はチャンピオンのハンセンの方から先制奇襲をかけたと、しかし天竜選手もよく反撃してますね。はい、今度は助走1番スタン・ハンセンエルボーバットを落としてまいりました。さあそれでは今後のタイトルマッチのスケジュールなんですけども、スタン・ハンセンは今夜防衛に成功いたしますと7月31日両国国技館でジャンボ鶴田のインターナショナルヘビー級選手権に挑戦するわけでありますが、今夜防衛に成功したら自分の AWA 世界のベルトをかけてダブルタイトルマッチを挑む、こういう予定になっておりますが、さあ放送席の馬場さん、その後の AWA 本部からの連絡は何かありましたでしょうか。ね、ニックがね、はい、日本に来ると言うんですけども、やっぱり個人の意見はね尊重されませんからね、まあ、ガニアとウィル・カーボー会長がですね、はい、やっぱり行ってはいけないという、まあ、我々複雑なんですよね。ですからやっぱり日本で防衛して防衛か誰かが取ったらですね、はい、取った人は
ミネアポリスに行くということがやっぱり一番筋が通ったように思いますがね。そうです。AWA 本部からの最新情報、ジャイアント馬場さんに、皆さんにご披露願いましたということになりますと、山田さん、今夜はハンセンが防衛してジャンボ鶴田とダブルタイトルマッチ 7.31 両国国技館決戦が行われて、もし鶴田がチャンピオンに返り咲いたら鶴田がアメリカに行って防衛ということになりそうですね。そうですね、防衛になるのか、あるいは向こうの主張するですね、決定戦になるのか、その辺はまあ定かではないんですが、いずれにしても日本であのハンセンとの絡みでですね、誰がチャンピオンになるかということが非常に大きなポイントですね。そうですね、まあ、これでね、結局天竜が勝てばこれで終わりですからね。はい、そうですね。ですからもう天竜が今日、ね、地元でもありますしね、取ってもらいたいですね。そうですね、まあ、天竜選手のふるさとは福井県でありますけれども、車でここから2時間余りのところ、今日はお父さんお母さんが来ているというような情報もちらっと放送席に届いてあります。天竜は 7.31 両国国技館決戦は8つの挑戦を受けるユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合が決定しておりますが、世界の王座をつかんで防衛に臨みたいところでありましょう。さあ、チャレンジャーの天竜、序盤戦打たれました、首を取られています。 UN 王座に返り咲き後、さらに大きな野望に燃える天竜であります。なんとか不沈艦スタンハンセンをマットに沈めてベルトを取ってもらいたい、そういう期待感いっぱいでありますが、さあ、バックを取った、おっと、バックドロップの姿勢でありますが、しかし力でロープサイドまで引きずっていきました王者スタンハンセン。さあ、また王者スタンハンセンの猛攻が始まりそうでありますが、今山田さん、ファンの期待というのは、天竜なら何か大きなことをやってくれる、こういう期待があるんじゃないでしょうかね。もちろんそうですね、非常に予想もつかないことをやって抜ける人、はい、そういう期待感というのはね、ファンの方がいっぱい持ってるんですよ。そうなんですね。ですからね、今日の一戦でも、まあ、チャンピオンベルトを巡っての多少黒い噂があったと、モヤモヤがあったと、それをね、吹っ飛ばすためにも天竜選手は実力でガチッと王座を取ってほしいというふうにファンは思ってるでしょうね。まあね、ニッチとね、ハンセン比べてもどっちが強いって、もう大体もうファンの皆さんもね、ハンセンの方が強いっていうことは大体知ってますからね。そうですね、どうあろうとね、天竜が今日ハンセンをやっつけてしまえばね、これはもう AWA ジャンプにして当然認められると思いますがね。馬場さん、重ねてお伝え、お聞きしますけれども、今 AWA ゾーンで正直言いまして、このスタンハンセンに勝ってベルトを奪える選手はいないんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、マーテルはね、やっぱり体重不足ですしね、さあ、再びリング上であります。非常に熱っぽい雰囲気であります。金沢決戦、天竜になんとかベルトを取ってもらいたい、そして天竜鶴田長州のいわゆる三極時代からナンバーワンの座を取ってもらいたい、そういう期待感いっぱいでありますが、おっと、うまく膝を打ち当てました。さあ、放送時間あと5分でこの金沢からお別れでありますけれども、 AWA 世界ヘビー級選手権試合、もう白熱の勝負になっておりますが、果たして最後までお伝えできるかどうか、腕ひしぎ十字固めに出てまいりました。この姿勢になりますと、馬場さん、このスタンハンセンからタイトル戦でピンフォールを奪ったのは馬場さんしかいないわけですが、あの59年の7月31日蔵前国技館だったと思いますが、16問キックでラリアット封じ、それからこの腕ひしぎ十字固めでかく乱、そしてスモールパッケージホールドで解消しましたね。そうですね、で、まあね、天竜もですから、今日は自分の今まで出したことないようなね、ものをポッと出すとね、僕はそこで決まるんじゃないかと思うんですがね。あ、なるほど、勝負は今5分経過したところであります。勝負は今5分経過したところであります。さあ、今天竜が思い切って、腕式に出ておりまして、関節攻撃に取ろうという、その天竜、いい作戦の展開のようでありますが、まあ、それにしましても話題いっぱいのこの全日本プロレスでありますが、琴天山の話題にちょっと触れてみたいと思いますが、いよいよ来日します、来日いたします琴天山、来週の28日全日本プロレスの全日本プロレス入りの正式発表があるわけですけれども、馬場さん、7月31日両国国技館5大決戦があるんですが、ここに琴天山は来るんですか。ね、来ます。はい、リング上に上がった挨拶とかいう企画が考えられてるんですか。そうですね、当然そうなると思います。ああ、そうですか、山さん、楽しみですね。そうですね、まあ、将来のある大物という感じが強いだけにね、はい、まあ、初めてそのプロレスファンの前に本格的な姿を現すというのはちょっとなんかワクワクしますね。そうですね、いずれもこの琴天山の国技館挨拶風景などは8月9日の、この時間全日本プロレス中継でお伝えしてまいりたいと思います。さあ、ねちっこい展開の AWA 世界ヘビー級の選手権試合、山さん、この必要に攻める腕攻撃はいいんじゃないでしょうかね。いいですね、どうしてもハンセン攻略法ということになりますと、
ラリアート封じということなんですが、それをやるためには腕を痛めなきゃならない。でもし腕を痛めておけば仮に食った場合でもダメージが少ないんじゃないか、こういうことは考えられますね。ですからやっぱり一番基本的な攻撃法だと思うんです。残念ながら放送時間はあと3分でこの金沢からお別れでありますが、天竜が非常にこのバラエティに富んだ攻撃を見せております。馬場さん、このまま天竜が自分のペースで反戦を引きずり回しますと王座移動の可能性十分あるんじゃないですか。そうですね、このままねこの腕を、ね、離さないでね、はい、決めていったらいいと思うんですよね。そうですね、天竜のパワーならハンセンに引けを取りません。肉体的にもハンセン並みの強い肉体を持っている。あ、しかし王者ハンセンまた馬力を出してまいりました。ド迫力の突進であります。さあそして天竜を思い切ってコーナーに飛ばして右足のキックであります。持ち前の爆発的なエネルギーが再び出てまいりました。ハンセンの大爆走が始まるかどうか、もう抑えきれない湧き上がる闘志、これがハンセン。さあしかしチャレンジャーの天竜もキックを出してまいりました。キックを出してまいりました。さあこの AWA 世界ヘビー級選手権初の場外乱闘に、なってまいりましたけれども、このままでは済まないぞ、このままでは済まないぞ、天竜冷静になってリング上での勝負を挑んでほしい、そういう気がいたします。さあ現在の力ではハンセン、天竜それほど力の上では差がありません。是が非でもチャンピオンベルトを取り戻せ天竜。さあ左の肩を青い鉄球に打ち付けられました王者スターハンセン。ここで天竜が今リングの中に上がってまいりました。いやもうこれハンセンが上がってこなきゃね、あの勝負になります、はい、ベルトは動きませんからね、中に入れなきゃいけないです、はい、そうですね、反則勝ちあるいはリングアウト勝ちでは、ベルト動きません。この辺ももう天竜当然頭の中にはっきりと畳み込んでいるでしょう。さあスターハンセンの登場を待ちますが、ここで円錐エプロンに立ったところ思い切って円錐攻撃に出てまいりました。さあしかし残念ながら放送時間はあと1分で金沢からお別れでありますが、天竜押せ押せムードでいいペースなんですけれども、山田さん果たしてどう出ますかね。そうですね、今の攻撃いいんですが、とにかくあの場外に置いといちゃまずいですね、はい、中へ引きずり込まなきゃ流血したみたいですね。そうですね、さあ流血のシーンをお伝えしておりますが、放送時間あと30秒ほどで現場からお別れでございます。ここで放送日程のお知らせ、8月9日のこの時間、全日本プロレス中継は両国国技館決戦から鶴田大半戦のインターナショナルヘビー級選手権、もし今夜今現在行われている、結果以下では AWA 世界インターヘビーのダブル選手権になります。それから長州対カーンの PWF ヘビー級選手権、この2試合を中心にお伝えしてまいりますが、さらに輪島のセントレイス特訓最新情報、それから琴天山の国技館挨拶なども8月9日のこの時間にお送りいたします。今夜は馬場さん山田さんでお伝えしました。勝負は荒れてまいりました。スタンハンセン流血、さあもう一回円陣で、さあ落とした、キャンバスに落とした、さあどうだ、タイトル奪還か、ダッシュか、湧き上がる金沢のお客さん、山田さん天竜押せ押せムードいいですね。そうですね、リングに上がってきましたしね、ここで大技欲しいですね。顔面真っ赤のスタンハンセン、もう一回正面からあっと、さあキックを飛ばしています。カバーどうだ、カウント2まで入りました。ここは本当に一気にガンガン攻めていかなきゃダメですね。そうですね、天竜にいいチャンスですよ。得意のパワーボムか、得意のパワーボムか、天竜今度は力いっぱい反撃体制のスタンハンセン、まさに力と力の対決、勝負は今10分間が経過したところ、まだまだ大きな山が訪れそうな、そんな AWA 世界ヘビー級選手権流血の選手権になりました。山田さん、天竜がハンセンをこれだけ追い込んだことは過去ないですね。ないですね、他の選手でもねこれほどの追い込み方ってのはないですよ。そうですね、すごい流血ですからね、押しまくる天竜がまだまだ押しまくっています。さあ3回目のカバー、カウントカウント2.5まで入りました。さあまだいけまだいけ天竜、さあ押しまくれ天竜押しまくれ、さあもう一回スタンハンセンを立たせます。天竜が押しています。あるいは今夜この金沢で第36代 AWA 世界ヘビー級チャンピオン誕生があるかもしれない。今度はエルボーを打ってロープに飛ばすが、ハンセン生き返る、いや左のウエスタンラリアット豪快
この一発を待っていた天竜場外に吹っ飛んだ。スタンハンセンも仰向け。さあ場外であります。今のダメージは相当受けましたね。山田さん、山さんダメージ相当受けてますね。そうですね、カウンターでしたからね、もろに吹っ飛びましたね。そうですね。ところがね、ハンセンも場外に吹っ飛びましたからね。さあ場外で両選手がやり合っておりますけれども、このままカウントアウトになってしまいますとベルトの移動はありませんが、おっとおっと、上樋口レフリーカウント点を数えたようです。そしてスタンハンセンが椅子を持ったところ、これはどうやら両選手リングアウトで、スタンハンセンパック用の防衛じゃないでしょうか。両選手残念ながらリングアウトというふうに今石川県産業展示館のお客様に告げられました。勝負はひとまず両選手リングアウトで勝負は終わりましたけれども、両者リングアウト、天竜の世界取りなりません。天竜の世界取りなりません。まだ荒れ狂う天竜とスタンハンセン。しかし馬場さん、最後にまとめていただきますけれども、今日の天竜は本当にお尻を押しましたね、ハンセンを。そうですね。ですからハンセンはやっぱり守るためにね、外へ出ましたし、最後の ラリアットもう思い切りね、もう渾身の力で打ちましたからね。で外でもう天竜を中に入れないようにって、これはもうチャンピオンの守りの情動ですよね。ですから、まあ、天竜も悔しいんでしょうね。もう一歩のところまで押し込みましたね。もう完全に試合としては押してたんですが、最後にやはりチャンピオンの作戦にちょっと引っかかったかなという感じですね、はい、そうですね。この壁がやっぱり熱いですね、天竜もスタンハンセンの額を割って流血させました。惜しい、本当に惜しい。 AWA の世界ヘビー級の選手権試合、結局は12分飛んで8秒両者リングアウト。スタンハンセンが白氷の思いでベルトを守った試合でございました。今週は金沢の石川県産業展示会から AWA 世界ヘビー級選手権の模様をお伝えしました。解説はジャイアント馬場さん、そして山田隆さんでございました。どうもありがとうございました。どうも。この辺で金沢からお別れします。さようなら。